ベルギーのワロン地域、リュクサンブール州にある地名。一の町にある、シトーハ修道院の名称。オルバル修道院。二の醸造所で作られる、トラピストビールの名称。ここで記述する。オルバル専用グラスオルバルは、ベルギーのオルバル修道院で醸造される、トラピストビールの銘柄。オルバルは、マチルドの泉の伝説によって知られるトラピスト界の、 修道院で醸造されるビールである。現在の修道院のすぐ近くに廃墟となった旧修道院跡があり、ここにマチルドの泉と呼ばれる小さな泉がある。修道院の生活水及びビールの醸造にはこの泉の水が用いられている。ビールは2種類を醸造しているが、一つは院内での引用のため流通銘柄が一つのみと少ない。その味の評価は高く、 ベルギービールの紹介で知られるマイケル・ジャクソンは、オルバルを最高ランクに位置づけている。醸造手順は複雑でこだわりのある醸造を行っている。まず、ロースト具合の違う麦芽で作った麦汁に、ホップ、キャンディーシュガーを加え一時発酵を行う。二次発酵の際には乾燥したアロマホップを袋に入れ一緒に漬け込む。このドライホッピングの手法は、 イギリス発祥のためベルギービールでこれを用いるのは極めて稀である。瓶詰めの際にはキャンディーシュガーとブレンド酵母を加えて瓶内三次発酵を行う。ドライホッピングなどの技術は1931年醸造会指示に招聘された最初の醸造師であるドイツ人と次の醸造師であるベルギー人により取り入れられた。他のトラピスト修道院同様に その収益は修道院の維持と事前事業のみに使用されている。イタリアはトスカーナ地方のマチルド・トスカニー伯爵夫人がこの地を訪れ、谷にあった泉のほとりに腰掛けていたところ、亡き夫の形見である結婚指輪を泉へ落としてしまった。夫人は聖母マリアに祈りを捧げ、指輪が帰ってきたならば、この地に修道院を建てますと飢餓にした。 すると一匹のマスが指輪を加え水面へと姿を現したのである。マチルド夫人は喜び驚いて、本当にここは黄金の谷、バルドールだわ、と叫んだ。これにちなんで、この一帯をオルバルと呼ぶようになった。伝説にちなみ、指輪を加えるマスの異常が施されている。前述の通り流通は一種類のみである。オルバル修道院。 オーバルブルーリーエクスポート。2008年2月5日閲覧。キア、オルバル、ベルギービールジャパン。2008年2月5日閲覧。ビールの図鑑一般社団法人日本ビール文化研究会、日本ビアジャーナリスト協会マイナビ P54。ありがとうございます。